途中からでした。すいません。ユーストリーム途中からでした。今から。うん、いいよ。うん。あれ、今日めぐちゃん休みの？あ、休みです。ちょっと東京に行ってて。あ、そうなん。彼氏が東京にいるし、ね。彼氏東京にいるんですか？あ、大丈夫ですか？うん。ハイサイ協会デビュー9月から私朝の番組はやらないんですけど、向こうでも10月からなので、そこから止まるんですけど、私そのためにこっち来てもいいですけど、どうしますか？ゆみちゃんはいつからあっちをするの？8月いっぱいで。8月いっぱい、9月が止まるわけか。はいはいはい。どうしてるか来たっけ？来てます？私来てやったの。10月から、私も向こう移るんだよね。じゃあ1ヶ月はこっち来たりするか。いいですよ。その時間ね。ちょっと調整しようね。じゃあ調整してね、向こうとね。CM も行く？CM 行きました。この番組の中ではコンサートの CM は流さないんだ。そう、入ってないですね。うん、1日何本も流してるの？聞いてきますか？もし先生がそうやりたいなら、ちょっと今 CM 流して先生がちょっと紹介すると。いや、あんまり私が出るとね、役に立たない。そうですよね、ここに出なきゃ意味ないですはい、なんていう曲だっけ、ごめん。主の清い水ですね。あ、主の清い水ね。はい、素敵な愛のゴスペルって言うんでしょ。はい、そうね。そうですね。はい、泉さんの大好きな曲なんでしょうね。はい、いい曲ですね。そうですね。はい、私たちクリスチャンのね、クリスチャンの話、教会の話をしますけれども、ごめんなさい、名前言うの忘れた。私は那覇で、キリスト教の牧師をしています山内です。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、クリスチャンの基本的な日常的な活動の中に祈りというのがありますよね、泉さん。はい、祈り。ありますね。もう毎日多分祈ってると思うんですけどね。この祈りっ
というのがどれだけ力あるか、素晴らしいかを私たちクリスチャンはおそらく体験してるでしょう。泉さんもそうじゃないかな。はい、そうです。祈りってすごいよね。すごいですね。まあね、聞かれるっていうこともあるんですけど、うん、その祈ったことによって平安が与えられるっていうことが大きいですね。そうそう、これが大きいね、うん。まあ、毎日祈るんで、例えば心に不安がありながら、まあ、穏やかでない時もあるんですけど、その時にもまずは祈ろう、祈りから始まる。そして祈っていきます。祈っているうちにだん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 と心が静まってきて平安が来る、うんね、このあの体験というのはとても素晴らしいんで ね、 そうですよね。だから辛い時にこそ、あ、祈るべきなんだな、うん、と思うし、忙しい時こそ本当に祈らなければならないなと思うんですけれども、うん、いつもね、祈る前に私がこの神様に言う言葉があるんですよ、うん、これがね、詩編の、ね、103編、詩編103編、うん、はい。だからまず神様ということで自分のお願いをする前に感謝をしようと、ありがとうという、はい、ということでね、うんうん、ありがとうからスタートしていくわけですよ。それがね、この我が魂を主を褒めたたえよから始まる詩編の103編の一節からなんですけれどもね、これ5節まであります、はい、ですからこれをね、いつも唱えて神様に告白してから、まあ、自分の願いを言う、うん、まあ、時々は怒りもぶちまける神様に愚痴も言う、うん、なんで祈り聞かれないんですかとか、なんで聞いてくださらないんですかとか、うん、言うんだけれども、でも基本的にはね、これから行くんですよ、うん、我が魂を主を褒めたたえようって。ちょっと泉さん、これ読んでくれる？はい、詩編103編1節から5節まで。我が魂を主を褒めたたえよ、私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂を主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶさせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。アメン。これすごい聖書の言葉よね。すごい言葉ですよね。だからね、とても大好きな言葉の一つでしてね、この中にね、私たちの、まあ、日常の生活すべてが入っているし、また人生すべてが凝縮されていると思うんですよ。まあ、一節からね、主を褒めたたえよということは、主にありがとうと言いなさい、うん、はい、あなたは生きている素晴らしい神様ですよということを言うわけですよね。そして2節言うとね、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるなっていうでしょ。毎日毎日主から恵みいただいている。そして過去にも多くのたくさんの素晴らしいものをいただいた。だから、あ、それ忘れてはならないよね。だからありがとうと言いなさいよと私たちの生きている神様はおっしゃるんですけれども、恵みについて確かね、数えよ主の恵み、数えてみよ主の恵みっていうのがあったかな、うんうんうんね、だから辛い時苦しい時、まあ本当にね、もうこの問題どうするのという時に、あ、神様がそういえば、こういうことをしてくださったような、ああいうことをプレゼントをいただいたようなということを、うん、主の恵みを思い出して数えていく、うん、はい、その時もね、だんだんと平安が来るんですよね。そうですね。辛い目にあったりしてる時なんかね、うん、この本当に良くしてくださったこと、うん、神様の恵みを思い返して数えた時に、うん、神様からしてもらってたことの方が大きいんだって思いますよね。もうね、数えきれなくなっちゃうんだね。そうなったらね、平安が与えられて、そうなんですよ、神様がいてくださるから大丈夫っていう信仰に立つことができますね、うん、で、この我が魂よって魂に語りかけてるところがすごいと思う、うん、そうよね、うん、なんかね、
面白い表現で言った方が言いますけれども、うん、なんだか第三者的に見ることができるというの、はい、こうもしかすると客観的に見ることができるというね、うん、そういうところがここあるのかなと思いますよね、うん、我が魂よ、と主を褒めたたえよと言うでしょ、うん、例えば泉さん主を褒めたたえてって言ってるような感じでしょ、うん、ですよね、うん、人格に対してもう私自身が言っているっていうか、うん、自分で呼びかけて る、うん、っていうこういうのがねやっぱりすごいよね、すごいあれですよね、表現って言いますか、うんうん、ね、まあクリスチャンになってよかったなって本当にねつくづく思うんですけど、まあ、こういうふうに今まではクリスチャンになるまでは自分の力で生きていく、自分の知恵知識あるいは経験をもうフルに使って生きていく、そういう、まあ、姿勢だったし、まあ、それが当たり前だと思っていましたけどね、うん、でもクリスチャンになったら神様にお願いすればいいんだ、うん、もちろんそれは努力もしますよ、うん、でも努力で全部が取れるとは限らないですよね、うん、神様にお願いしながらそしてできるだけこう努力をする、うん、そういうことがとてもいいじゃないですか。そうですよね、うん、自分でもやっぱり行動に移して、うん、なんですか、頑張るとはまたちょっと違って、ちょっと違うね、ちょっと違うんですよね、一歩踏み出す時に神様が応えてくださる、うん、背中を押してくださるっていう感じですね、うん、そうなんですよ、待ってるだけじゃなくて、はい、はい、ちょっと行動にも移す、ちょっと行動に移したら神様が右の手を握って、うん、はい、ここに行きなさい、あっち行きなさい、ここにあるよ、ここにあるよ、うん、ということをしてくださる、うん、言ってくださる、うん、これが楽しくてね、クリスチャンってすごいんだなって本当に思いましたよ、まあ今もそうですけどね。そうですね、うん、私も FM 小座に、うん、最初求人を見て働こうと思った時に、うん、まあ踏み出したんですけど、そこに福音番組があるなんて知らなかったですそうよね、まさかまさかそういうクリスチャンの番組があるなんてね、ね、知らないで入って、うん、でも一歩踏み出した時に神様がちゃんと助けてくれるっていうのがね、うん、感じられましたそうなんです、だからね、まあ、私いつも言うんだけど、皆さんね、まずクリスチャンに関心持ってほしいね、教会に関心持ってほしい、うん、そして聖書にね関心持ってほしいんだけれどもね、例えば、まあ、話がらっと変わると思うんだけど、クリスチャンって仏壇拝まないじゃないですか、はいはいはい、ね、で拝み事もしないでしょ、まあ、沖縄でいう、うん、はいはい、ね、そういうものを、まあ、頼らない、あれは頼ってはないと思うんだけど、うん、なんで仏壇を拝むかというと、罰が当たると怖いから、うん、つまり罰受ける、先祖から罰を受ける、だからこう拝むわけよ、うん、それからあとはあれですよね、悲しい、うんうん、まあ寂しい悲しいもあるよね、あるいはお父さんお母さんこうまああるいはおじいちゃんばあちゃん先祖を敬うというところもあると思うんだけど、はいはい、うんうん、基本的にねやっぱ何かしないと、お盆とか何かしないとどうも先祖に申し訳ないという気持ちでやるんですよ、うん、ところがクリスチャンそれ、やらない、当然やりませんけどね、仏壇を拝むということはしないんだけど、うん、それしなくても罰受けるわけないし、罰が当たるわけないし、逆にどんどん祝福される、うん、クリスチャンね、そうですね、でも皆さんはね、先祖を拝んで先祖を大事にして仏壇を拝んで、うん、法事ごとをきれいにしないと祝福されないと思っているところあるよね、うん、だけど僕らは違う、うん、ね、なんでは彼らは沖縄の風習飲酒をねそんなにしなくてもあんなに祝福されているのというところを見てほしいなっていつも思ってる、うんうん、そうです ね、クリスチャンの
追悼礼拝とか、うん、すごいあれですよね、あの悲しみの涙ももちろんねあるんですけれども、うん、喜びの方が大きくて、あのまたね全然感じたことはないなんかみんな笑っててっていう感じですよ ね。でクリスチャンはすごいすごいというのをね、まあ一曲聞く、あ大丈夫ですよ、まだ大丈夫、うん、大丈夫、まだ大丈夫ね、うんうん、例えばね、あの先ほど聖書を読んだでしょ、あのローマ人の手紙、うんうん、ローマ書 10章11節ね、はい、彼に信頼する者は失望させられることがない、アーメン。そうですね、その通りよ、うん、通りでしょ、イエス・キリストに信頼する、イエス・キリストに私たちが、何かお願いをする、もちろん祈りを持ってですけど、そしたら、聞かれなかったことって少ないじゃない、うん、聞かれなくてもまだ継続中のがありますよね、うんうんうん、その中でも平安がある、うん、問題が解決されないままで祈ると解決されなくてもすでに平安がある、うん、そういうのを私たち体験する、うんうん、だからねクリスチャンって本当にいいなって思うんです。そうですね、まあ、泉さんもそれをね随分体験してきたんじゃないかなと思うんだけど、結局イエス・キリストにすがる、頼る、そうすることによって私たちの人生が本当にね楽しくて喜びに満たされて、もうちょっとあのトーンを下げると、まあ問題に負けない、うん、そうですね、あるけど負けない、問題が問題じゃなくなる、そういうことよね、そうなのよ、うん、だからね、まあクリスチャンになって、どんな問題でも必ず祈って祈って、そして、答えをもらう、あるいは問題が解決される、問題が解決されなくても、あこの問題に負けることはないんだな、うん、ということで、心に平安が来る、うん、クリスチャンの生活って面白いよね。面白いですよいろんなことがあって、うん、私の親戚なんかも、うん、あの早くにこのお母さんを亡くした親戚なんですけれども、うん、もうお墓参りとかもねクリスチャンがするとかそういうしないっていうわけではなくて、お墓に行ってあのいろいろお花変えたりとかするんですけど、うん、その時に家族みんなで祈るんですよ、うん、手つないで、あ神様あの天国でいつも、うん、あの見守ってくださってありがとうございますって言って、あの天からあのお母さんが先に来るか、うん、私たちが先に行くか分かりませんけどどっちでもハレルヤですって言って祈って、そうよね、うん、迎えに来る場合もありますよね。あるよね。もう週末に。そう。でもね、それが早いかもよ。まあ、早いか。若い人たち。いつか分からないけどって。若い人たちにとっては絶対に迎えに来るのが早い。うん、ね。でね、まあ、極論で言うと怒られちゃうんだけれども。うん、そう。でもそれはやっぱりこうあの期待っていうか神様への、うん、そういうね、希望ね。希望希望があってそういうふうに祈ってみんなで笑い合うっていうことがねあるんですけど、そんなねお墓で笑うっていうことがどうかなって感じなんですけど、あの本当になんか天国に希望がある、神様に希望があるっていつも思って生きてるから、そういうことができるのかなって思いますね。本当ですよね、はい、だってあのクリスチャンのさ、まあ、とてもいいこと本当の希望があるというのは、あの天国で再会できるでしょ、うん、そうなんです。一時はね、あの離れ離れになるというのは、うんうんうん、まあ、長い人で100年、はい、短い人はあっという間よ。そうです ね、人の短さも神様がね全部握ってて分からないですけど、そうそう、うん、あの滝本明先生がこの間、うん、亡くなられましたね。召されたってね、はい、沖縄でこの間まで、うんうん、70周回してましたよね、うんうん、あの2ヶ月にわたって、うん、そのトップのリーダーであった滝本明先生が天国に召されたんですけど、うん、そのちょっと前の動画を Facebook で見たんですけど、うん、とっても希望にあふれてて元気だったでしょ。元気でした ね、はい、
がんが結構いろんなところに転移されてたらしいんですけど、うん、もう皆さん祈ってくださってありがとうございますって、うん、あの天国に行ってもハレルヤ、生きてもハレルヤですって言って病床から言ってましたけど、そうよね、滝本明先生はね、日本のクリスチャン界を引っ張ってきたね、うん、リーダーでもありましたしね、大伝道者ですね、まあ、そうね、もう北海道から沖縄、それだけじゃないよね、日本全国隅々まで伝道したね、うん、お方ですけれども、韓国行ったり外国行ったり、うん、ハワイでもやりましたね、うん、リバイバルミッションはね、そうですね、すごいね、活躍でした、すごい行動力もあって、うん、リーダーシップもあってね、素晴らしい伝道者でした、うん、甲子園球場でね、25年前、もうちょいになるよね、うん、27年ぐらい前に、はい、確か甲子園ミッション、甲子園ミッションやってね、うん、5万人集めましたよね、すごいですよ、すごかったね、うん、その時に私クリスチャンだったんですよ、あ、そうなんですね、うん、あ、もう天国行っちゃった、天国行った、もうすごい楽しんでると思います、だから喜んで喜んで、ね、今度天国でさ、もう日本人のために祈る、沖縄の人のために祈る、うん、力強い祈りが加わりましたよ、ね、そうよね、みんな早く天国行こうよ言ったら怒られる、誘ってきてるかもしれないですね、うん、あ、何か、はい、メール来てる、コメントが来てますね、うん、ひさ兄さんから、うん、泉、自分の長男は生まれる前に亡くなってるが、うん、心の中では生きてるよという、うん、アメン、ハレルヤ、うん、そうですよね、ね、うん、やっぱりこの両親の記憶からは絶対に消えないですよね、消えないね、うんうん、また僕の兄弟たちでもそうだと思うよ、うんうん、ね、まあ、私はもう父母ね、天国行ってるんだけど、去年でしたね、母が95歳でね、はい、はい、行きました、まあ、ね、逆にね、嬉しいよね、うん、もうこんな汚い世の中から早くおさらばしたいわ気持ちじゃね、はい、うん、なんかね、天国に一回行かれた人は戻ってきたくないっていう話よく聞きますよね、そりゃそうよねなんで蘇りを祈ったのって怒ったっていう人もいるよねいるってそれ言いたいと思うよ、ね、こんな殺し合いがあってさ、もう事故事件がたくさんあってさ、もういろいろなね、汚いことがたくさん起こってる、地球よりもね、地上よりも、もう早く早く天国でね、素晴らしい天国で、暮らしたいじゃない、金の家か真珠の家か、まあ、家自体が、私たちの家自体が素晴らしいものでできてるし、花はあるし、海もあるし、動物とはディズニーの世界じゃないけれども話ができるし、遊べるし、いいじゃん、そうですね、それが天国よね、はい、あ、もうちょっとついてるよ、この方、中井さんというんですか、はい、戸籍上は末っ子から保育園の園児から次男になった、うんね、うん、そうなんですね、でも天国行ってね、またお会いできますよ、はい、子供たちはみんな天国にいます、ね、ですから、あ、天国で会えるしね、うん、はい、ではここで1曲お届けいたします。ミチルでイエスに栄光あれ。
はい、素敵な曲でした。もう一度言って。はい、ミッチルでイエスに栄光あれ、お届けしました。ミチルさんね、はい、とても素晴らしい歌を歌います。聖書のお話をしてます。 FM 講座ってすごいなって、思っています。まあ、泉さんの今職場なんでしょ。はい、そうです。いや、講座びっくりした。あのこの間新聞載ってましたね、うん。まあ、琉球新報という、そうそうそう、その記事なんですけど、 FM 講座と社協が協定、認知症を地域で見守りましょうという協定を結んだということなんですけれどもね、うん、この認知症というのは今私たち、この人間がね、関わらないといけない、うん、今最大の危険な病気じゃないかなって思っている、うん。認知症というものにね、もうちょっと私たちが注目をしないといけないのではないかなって思うんですよ。この、まあ、幸い私の母は95歳までほとんどそういう兆候なかったんだけれども、うん、まあ、母があの腰を折ってね、その入院して、まあ、入院生活でしたけれども、その周りにはたくさんの方がいました。そういう方々が、うん、だからね、この認知症というそういう病気と向き合った時にね、わあ恐ろしい病気だなって本当に思いましたよ。ですから私は教会でもそうですけれども、いろいろなところでこの認知症についてお話をします、うん。そして大好きな、ね、この CD にボケない子歌というのがあるんだけれども、それもいつも人に勧めているんですよ。まあ、あの他の番組でも、他のラジオの方でもね、ちょっと番組持っててその話をしますけれども、あの認知症についてのコーナーを特別設けてあるんですね、うん。ですから皆さん認知症にかからないようにしよう、うん。もうかかっちゃったら遅いでしょ、うん。かからないためにどうするかということを言うんですけれどもね、時々冗談みたいに言うのがね、教会来たら絶対ボケないよって、うんうん、ね、はい、聖書読んだら、聖書読む、うん、賛美もする、賛美したら、うん、ね、で教会来たらユンタクができるじゃない、はいはい、一緒に食事もできるし、はい、ね、コミュニケーションがしっかり、うん、まあ、取ることができる。だからまず教会来てごらんということで呼びかけするんですよ、うん。遊びに来たっていいよ、必ず礼拝しに来るんじゃないよって、うん、遊びに来てもいいしね、うんうん。まあ、幸いね、私たちの教会はあの24時間鍵かけないでいつもオープンにしてるんですよ。だからあの誰が入ってきてもいいよって、いつ勝手に入ってきてもいいよ、冷蔵庫の中開けていいよということでやってるんですけどね、あの教会がやっぱり皆さんのね、たまり場になってほしいなって呼びかけています。いいですね、ね。本来はそういう役目があるところじゃないですかね、教会の使命よね、はい、うん。だからね、あの教会にあの足毛に来るようになると皆さんボケません、うん、ということでね、ボケない子歌かけながら言うのよ。ボケない子歌のワンフレーズを先生が今話しました。そうね、まあ、そういう面でね、まあ、あの FM というこの放送局が、地域コミュニティ放送局が地域とね、こうして連動するということはもう、とてもいいんじゃないかなと思ってね、 FM 小座さんを褒めているわけなんですよ。はい、皆さん認知症にかからないようにするにはどうすればいいかということはね、もっともっとね、うん、考えていかないといけないし、はい、あの今新聞記事からですね、認知症という言葉がない日はないというぐらい、うん、ずっと認知症について記事が載っています。もう恐ろしいのはですね、今だいたい日本全国で380万から400万人が認知症の症状を持っているんだそうです。でもこれがね、10年後にはこの間発表された記事から見ると700万超えるだろうと言われています。700万ですよ、すごい人数ですね。すごいよね。大阪府がそれぐらいじゃないかな、人口、もしかすると。そうなんだ、うん、
わあ、すごいですね、そう考えたら。考えたらね、うん、だってそういう人たちが認知症でね、はい、もう病院がもう満床になって入れない、うん、入れなくなったらどうするの。家庭で面倒見る、見切れんでしょ、うん、家庭も大変よね、はい、だからね、できるだけ、できるだけじゃないね、絶対かからんでって、ね、呼びかけていますよ。わあ、すごいですね、うん。まあ、私たちはホームレスの皆さんとか刑務所から出て来た方、出て出所して、まあ、行き場のない方々を受け入れていますけれども、やっぱりこう年配の皆さんにはね、うん、認知症の方がいらっしゃる。でも身寄りがないから、もう引き受け手がなくて、そして私たちもなんとか施設に入れたいんだけれども、こういう専門の施設になかなかね、あの身寄りがないということで、あの受け入れてくれないんです。そっか、難しいんですね。とても難しい。だから私たちの、まあ、那覇の施設にはね、若干認知症が入った方々がいてね、とても大変ですよ。廊下でね、おしっこしてる。あ、大変ですね。まだそこまだいいとは言えんけどね、もう染みついて匂いが大変だけどね。あ、そこでうんちする。あ、大変ですよ。そっか、そういうやっぱり霜の関係はね、うん、あの大変ですよね、うん、家で見るってなったら、うんうん、どうしてもねやっぱり、うん、家族だったらちょっとまたね、あの難しい面も出てきたりしますよね。あのね、で家族、まあ、家庭でねなかなか引き取れないというのもね、うん、だって時々さ、あんた誰って言うでしょ、愛する奥さんに、うん、ショックですね、ね、うん、子供たちに対してもさ、うん、結局あんた誰って、私のお金盗んだでしょ、あんた誰とかね、うん、そういうふうな症状が出るともう家族大変でしょ、はいはい、大変ですね、うん、かといって、まあ、受け入れてくれる、まだそういう病院施設があればいいんですけどね、もう受け入れてくれなければどうするとなると、私たちが面倒を見る、で夜徘徊はする、うん、そう、24時間でね見ないといけないってなると、仕事してる人たちにとっては結構なハードなものになりますよね、うん、だからね、この間の発表では1万人が行方不明だってね、だって自分の名前も忘れちゃうわけだからね。そうですよね。もう外に出たら帰る家も忘れるということでね、まあ徘徊 になっていくんだけれども、うん、なんか NHK だったかのドキュメンタリーに出た人が、うんうん、確かあのそれを見て、家族がそれを見てて、うん、あのもしかしてうちのお父さんじゃないかと思ってって言って連絡したら、本当にお父さんで引き取ったとかっていう話も聞いたことありますね、うん、そうなんですよね、まあ、そういう面ではね、あの FM 講座がね、地域とこう見守り活動する協定を結んだと、うん、いうことはとてもね素晴らしいことで、まあ、あの認知症になって家から出てもう行方不明になった時にね、自分のお父さんはこういう服装してます、こういう格好ですということをラジオから放送されるとね、誰かがさ、あ、今目の前にいる人じゃんとか、うん、そういうことになる。そうです ね、うん、やっぱりこう早め の、うん、あの対応が鍵となってくると思うので。そうですよね、うん、もういなくなったって分かったらすぐもう放送して、うん、そうなんです、うん、でもこれいいね、このまあ、あのこういうメディアがね、地域と本当に手を結んでね、地域のために、うん、奉仕できるというほど素晴らしいことはないですね、はい、でも何よりも泉さん、はい、認知症、まあ、あんた若いから書く認知症の話したって無理かなでもお父さんお母さんいるしな、はい、興味あります、はい、僕らの、はい、私の年からなるとね、もう認知症ってうわーってびっくりするぐらい気になる、うんうん、やっぱりね、自分の今までがなくなるっていうか、でしょ、記憶が、うん、耐えられないですね。自分のことがさ
誰だか分からなくなる、うん、それは悲劇よね。神様のこと今まで賛美してたのに、うんうん、分からなくなって、うん、いやー考えただけでゾッとするじゃない、うん、だから皆さんまあね多分そういうデータはあるかないかわからないけれども、もう世界中で、ね、認知症が増えているんだそうですけれども、特に先進国で増えているんだって。うん、なんかやっぱりあるんですかね、 そのなるなんていうんですか、まあ、原因がね、原因、うん、これあるかもよね。例えば先進国だけっていうのもちょっとね、何でも満たされちゃう、うん、満たされて満たされて必要なもの満たされるんだけど、満たされないのが、まあ、いくつかある、うん、そのうちの一つが愛をね、うん、与えられない、うん、あるいは与えることができない、ということはもう自己中心の生き方をせざるを得ない、うん、それが大きいんじゃないかなって思うね、うん、人に対する他人に対する、まあ、愛情を与えなさいと、うん、聖書は言うんだけれども、聖書と逆の生き方をしている人が多いのではないでしょうかね、泉さん、うん、そうですね。この日本にはね 1% 未満のクリスチャンしかいないんですけれども涙が出るよね本当にもうね、この日本は宣教師の墓場だとかって言われたりもするぐらい本当に ね伝道が大変な地域なんですけど、うん、でもその中でも沖縄は結構、うんうん、クリスチャンが多くて、人口比からするとちょっと全国の倍ぐらいいるよ ね、本当、うん、私もいろんなところでクリスチャンに会って、うん、教会外でもね、すごいいいなと思うんですけど、今日も朝うん、お祈りしてほしいという方が来られて祈ったんですけれども、ね、こうやってやっぱり聞いていらっしゃる方の中にも祈ってほしいなって思われる方がいたら、ぜひ山内先生のところに来てちょうだい、うん、祈りますよ。いや私もねこの場所にいたら祈りますので、ねうんねはい、まあ、FM 講座には泉さんという、ね、すごいクリスチャンがいるから、いやいやどうぞ祈ってほしい方来てください。来てください。ね、祈りますよ。うん、まあ、病気持ってるとかね、悩みあるとか、本当に心が苦しいという方々、まあ、ぜひね、祈りによって解決されます。うん、ですから、まあ、祈ってって言ってね、甘えてきてもいいんじゃないかな。うん、祈ってって言われたら祈りますから。ね。うん、祈りますよ、うんはい。で、私たちの祈りは結構。神様聞いてくれるんだよね病気から何からねえ、本当あの癒しとかも結構ありますね、あるある、うん、ある、ね、ありますよ。もう耳が聞こえなかったのが聞こえるようになったとかね、そういうと皆さんええー、って思うかもしれないけれども、本当よね、あのエイズの方がね、癒されたり、先生の教会いろんなね奇跡が起こって、うん、癒しが結構あるんです、ね、すごい、ね、やっぱり癒されたら認めざるを得ないっていうのもね、うん、ありますから、うん、ぜひ祈ってほしい方、うん、来ていただきたいなと思います。またね、あの今度何か受験があります、資格を取ります、国家、試験がありますという方もね、はい、祈りますよ。電話でもいいですよね、うん、何でもいいの、あの必ず会う必要ないしね、うん、こういうことで祈ってもらえませんかって言ったら祈ります、はい、そうですね、これが私たちクリスチャンの使命でもありますからね、うん、またクリスチャンって喜んで祈るじゃない、はい、そうですね、相手あの知らない人でもね、うんはい、あんまり初対面でも祈ってほしいって言われたら祈りますね、ね、はい、先週日曜日ね、うちの教会で証しした方がいましたけれども、うん、この方あの、まあ、小学生の時からずっと、警察の問題ばっかり起こして、うん、それで、まあ、ちょっと大人に、今少年大人になっていくと、お父さんからもお前は治らんからと言って感動されちゃった、うん、それでも治るわけないよね、うん、それで逆に、まあうん、
刑務所に一回行きましたって、ね、大変な人生歩んでたんですね。その方がねうち の,、まあ、あの朝日のあたり家に来て、そしてそこで生活を始めたんですよ、うん、ほんのね一月2ヶ月ぐらい前かな、うん、刑務所出てね。それで彼ね変わりたいとずっと願っていたんだけど、うん、この教会、まあ、朝日のアトリエは1階が教会でしょ、うん、そこでね、変わりたい、うん、もう変わらないといけないという思いが強くきた、うん、そして もしかするとこれが最後のチャンスかなというふうに感じたんだって。でも教会だし宗教だし嫌だなって、まあ俺に必要ないかと思っていたんだけど、うん、隣の人からね伝道されちゃった。洗礼受けんかって、ね、すごいね、うん、あそうか洗礼受けてみようかなって気持ちになったんだって、うん、そしたら彼は一応あの奉仕作業をしているもんだから、うん、この教会のところでね神様いつもありがとうございますって言うようになったんで、それで洗礼受けた。すごい。洗礼受けてねすぐ実家に電話した、うん、お母さんの声聞きたくて、でもお母さんは時々ね連絡していたらしい、うんうん、お父さんとはね10年間一切連絡なかったしなかった、はいはい、感動されちゃったから。で久しぶりに家に電話したらお父さんが電話取ったんだ、うん、なんでお前が取るんだよって心の中で思って、でずっと沈黙が続いた、うんね、もう言葉がないんだよね、うん、そしたらお父さんがねもう分かってるわけよね、うん、あんたの帰る家はここだよって。わあ、すごいじゃん。すごい。帰っておいで待ってるよてそんな変わったことを知らずにですよね。そう、洗礼受けて電話したら感動してたお父さんが許してたって、うん、そう泣きながらねみんなの前でね話しました。彼の中でずっとモヤモヤしてたんでしょうね、うん、お父さんとのこの関係が、うんうん、だからね祈り聞かれるんだよね。すごい。願い聞かれる、ね、神様は和解の神様アメンですよね。ね、2つのものが1つになる、はいはいはい、皆さんどうぞ。ラジオを聴きの皆さん、イエス・キリストになる神様は生きてますよ。アメン。あなたの祈り願いに、ね、必ず応えてくださいます。問題も解決してくださいます。癒しもしますよ。病気の方もね、イエス・キリストに祈ってみてください。また自分で祈ることができなければね、私たちに連絡いただいたら祈ります。泉ちゃんは特に祈りのクリスチャンですからね、はい、メール等々であるいは電話でもいいから FM 小山まで電話してもいいし、今日あの来られた方みたいに訪ねてきてもいいですよね。はい、はい、ハイサイ教会でビール、以上今日の時間終わりが来た。はい、泉さん、そろそろ終わりですね。はい、終わりです。ラジオ機の皆さん、今日一日 God bless you、 イエス・キリストの祝福がありますように。健康の祝福、経済の祝福、平安平和の祝福がありますように。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、来週お会いします。ありがとうございました。引き続き FM 小座をよろしくお願いいたします。